こんばんは、竹内です。今日はね、ちょっと珍しいものを手に入れたので紹介しようと思いまして、こちらのものなんですけど、何だと思います？この枯れ草のような、なんかなんだろうね、この茶色い物体。これはですね、カスカラと言われている、コーヒーの実の果肉を剥いてね、乾燥させたものなんですね。僕もこれ初めて見たんで、飲み方とかわからなかったんで聞いてみたんですけれども、なんだか紅茶のような感じで、お湯を注いでね、抽出して飲むといいですよっていう風に言われたんで、そんな感じでやっていきます。今日は実家なんでね、ちょっとアナログな方で計量していくんですけど、いろいろ試してみたそうなんですけど、飲み方は聞いた感じだと、お店の人はね、6g ぐらい。 6g ってどうやって測るんだ。こんなもんかな。6g ぐらいを、220ml ぐらいのお湯で6分間ほど抽出するといいですよっていう風に聞いたのでね、それでやっていこうと思います。まずね、この測ったものを、このカスカラをね、一度軽くお水で洗って、こんなもんですかね。もうこれだけで結構色が出ますね。いや、今日は実家なのでね、ポットがこれしかないんですけど、まあでも紅茶のように抽出するっていうふうに書いてあったんで、これで大丈夫かなと思います。お湯を 220g 入れていきます。もうちょっと。ではこれで6分間待ちましょう。先ほどね、少しお話ししたんですけど、さらっとね、お話ししたんですけど、これはね、今回いただいたのがガテマラさんのセイラン農園ゲイシャ州のカスカラというものなんですけど、コーヒーの完熟果実を収穫してですね、果肉や内果皮などを剥いて取り除いて、その種をね、いったものがコーヒー豆になるんですけれども、残されたね、果肉部分を乾燥させたものがこちらのカスカラドライチェリーになるんですね。はい、イエメンではギシル、中南米ではね、カスカラやサルタナっていう風に呼ばれているそうなんですけれども、イエメンではコーヒー豆はね、高級品で多くは輸出に回されてしまうため、このギシルがね、カフェや農園で親しまれているそうです。向こうでは結構ね、メジャーなものなんですね。はい、ではね、6分間経ったので、ね、こちらを飲んでみたいと思います。どんな味がするんだろう、ちょっと楽しみだな。ではいただきます。おお、ああ、なんだろう、初めて飲むな、こんな。ああ、でも紅茶みたいな感じだね。紅茶みたいな感じですね。ローズ系の紅茶、ローズヒップティーとか、そういう感じかな。ちょっと甘みのある、あ、美味しい。結構美味しいな。なんか蜂蜜とかね、シナモンとか入れてもいいかもしれないですっていう風に教えてもらったんですけど、このままで全然いけますね。あ、美味しい。なんか思ってたのと全然違う。もっとコーヒーみたいな感じがするのかと思ったら、本当に紅茶みたいな感じですね。美味しいな。なんかちょっと甘酸っぱいような風味の。これ他のコーヒーの品種とかだとまたちょっと変わってくるのかね。
あ、美味しいです。普通に美味しい紅茶っていう感じですね。香りもいいですしね。なんか変わった紅茶みたいな味がします。ちょっとねこれはねあんまり売ってるとこないかもしれないんですけどね、もし見つけたらねちょっと買ってみるのありかもしれないですね。美味しいですよこれ。まあ入れ方とか今せっかくね動画にしたんでそれを参考にしていただいたらなと思います。ごちそうさまでした。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。美味しかったです、ね、ぜひね見つけたら買ってみてください。バイバイ。